めまい、映画、めまい、バーティゴは、1958年に公開された、アルフレッド・ヒッチコック監督による、アメリカ映画、パラマウント映画制作、テクニカラー、ビスタ・ビジョン作品。後に、他の多数のヒッチコック作品と共にユニバーサルに、売却された。日本公開は同年。原作は、フランスのミステリー作家、ボアローイコールナルス・ジャック、ピエール・ボアロー。 トマ・ナルス・ジャックの死者の中から、タイトルデザインはソウルバスによる。舞台はサンフランシスコを中心に繰り広げられる。スコティ・コト・ジョン・ファーガソン刑事は犯人を追う途中に同僚を死なせてしまったショックで、高所恐怖症によるめまいに襲われるようになり、警察を辞めてしまう。そこへ学生時代の友人エルスターが現れて、 何かに疲れたかのように不審な行動する妻マデリンを調査してほしいという。スコティはマデリンを尾行するうちに彼女の先祖であり、過去に不遇の死を遂げた人物、カルロッタの存在を知る。カルロッタは髪型から首飾りまでマデリンそっくりであり、スコティはエルスターからマデリンはカルロッタの亡霊に取り憑かれているとする見解を聞かされる。 微行を続けていると彼女は突然海に飛び込み投身自殺を図る。そこを救い出したスコティは初めて彼女と知り合うことになり、やがて二人は恋へと落ちていく。スコティは彼女を救おうと思い、マデリンが夢で見たスペイン風の村へ向かうが、マデリンはカルロッタの自殺した教会へと走っていく。スコティは追いかけるが高所恐怖症による、 めまいのために追いつくことができず、マデリンは、首狼の頂上から飛び降りてしまう。マデリンの転落は、事故と処理され、エルスターは彼を慰めながら、自分は、ヨーロッパへ行くと告げる。自責の念から、精神衰弱へと陥り、マデリンの影を追いかけ続けるスコティは、ある日、街角で、マデリンに、うり二つの女性を発見する。追いかけると、彼女はかつて、マデリンの通っていた、 カルロットの旧のアパートに住むジュディという女だという。スコットはジュディとデートの約束を取り付けるが、ジュディは自責の念に駆られる。知らないふりをしてはいるが、スコティにマデリンとして会っていたのは誰でもない彼女自身だったからだ。高所恐怖症のスコティを利用して、エルスターの妻殺しという完全犯罪に加担していたのである。スコティはせっかく出会えたジュディをも失う。 第二のトラウマを抱えて、精神衰弱から次第に正気を失っていく。一方、ジュディは、スコティを騙す過程で次第に、彼を愛してしまっていた。ジュディは、スコティの狂気じみた要望に素直に応え、洋服、髪型、何もかもをマデリンと同じにし、死んだはずの、マデリンへと次第に変貌していく。ヒッチコックはこれを、主観と称しいる。ジュディとスコティは、 いびつな愛を育もうとするが、ある時二人でデートに行く際、その愛は破綻を迎える。ジュディの頼みでスコティが首にかけようとしたネックレスは、マデリンがカルロッタのものとして身につけていたネックレスそのものだった。真相がはっきりと見えてしまったスコティはジュディをマデリンが転落した教会へと連れて行き、彼女を問い詰める。高所恐怖症をも克服し、狩猟の頂上で、 ジュディに迫るスコティ。しかし、その時暗がりから突然現れた影に怯えたジュディは、バランスを崩してマデリンと同じように転落する。絹を裂くような悲鳴。突然現れた影は、実は、物々しい雰囲気を不審に感じて手楼に上がってきた、修道所だった。十字を切り、転落した女の冥福を祈って鐘を鳴らす、修道所。スコティは、 呆然としてその鐘の音を聞いているばかりだった。発表当時は、ヒッチコックの他の作品と同様、その女性別詞のイデオロギーが批判されていた。徐々に評価を高め、近年では、ヒッチコック作品の中でもトップクラスの傑作との評価を得ている。2012年には、英国映画協会が発表した、世界の批評家が選ぶ偉大な映画50選の第1位に選ばれた。 しかしヒッチコックはこの作品を失敗作と語っている。当初ヒロイン役にと構想していたベラ・マイルズが妊娠のため降板し、キム・ノバクを起用したが、監督はノバクのキャラクターや態度、演出面に関する口出しに非常に不満を感じていたとがネガティブな評価につながっている。ヒッチコックはヒロインの女性像をノバクのような魅惑的なものではなく、 清楚で健全な女性に求めていたようである。泳げない彼女をサンフランシスコ湾に飛び込ませたり、彼女が大嫌いであった、グレー色を主要な衣装に使用したりとその仕打ちは、荒烈なものだった。しかし、演じることを強要されるといった状態は、ヒロイン像につながるものがあり、それがまた彼女の魅力を高めている。レストランで、マデリンとスコティが初めて出会うシーンや、 曲がりくねったサンフランシスコの道のりを映すカメラワークは評価が高い。床が落ちるようなめまいショットは有名で、この作品以後、数え切れないほどの映画や CM、テレビドラマで引用されるようになった。ズームレンズを用い、ズームアウトしながらカメラを前方へ動かすことで、被写体のサイズが変わらずに広角になる。狩猟のシーンではミニチュアを作成して横倒しに置き、 レールに置いたズームレンズ付きカメラを移動させて撮影している。スティーブン・スピルバーグ監督は ET の街を見下ろす崖のシーンで完璧なシンクロを実現させている。被写体にレンズを向けたままカメラが被写体の周りを回る、透水感あふれる撮影法も印象的である。この撮影法は後にブライアン・デ・パルマ監督がキャリー、フューリー、アイのメモリー、 ボディダブルで使っている。タイトル映像の刻々と変化する光のパターンを制作したのは CG の父と呼ばれる実験映像作家のジョン・ホイットニーシニアである。2001年宇宙の旅の10年も前の作品であるが映画で見られる螺旋状の映像を連続して録音させるため撮影手順をアナログコンピュータでプログラムした初期のモーションコントロールカメラが使われている。 この映画のフィルムは保存状態の悪さのため非常に痛み色あせていた。これを危惧したジェームズ・シーカッツ、ロバート・ A ・ハリスらの手によってネガは2年かけて修復され1996年に公開された。ヒッチコックは造船所の前を通り過ぎる通行人として亀を出演した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。